はいどうもコクです、今日はプロスピ A をやっていきたいと思います。マキさんが来たのでマキさんを狙いに行きたいと思います。ログインボーナスとかスカウトキャラバンのやつを引いて、でマキさんが出れば今回ガチャなしで、もし来なかったらガチャをしたいと思います。じゃあまずスカウトキャラバンのやつと、ログインボーナスですね。ログインボーナス2枚分あるので、まあ1段2段っていうことなので2段の可能性もあるんですけど、とりあえず引いていきたいと思います。お願いします。まあもし2段だったら安明さんがいいな。ああ松井ゆうきさん、ああいいね。あ森下くんか、森下くんやたら当たるな。ということで S は松井さんと森下くんでした。松井さんは極められるんじゃないか、初めて S だったかも。なかったのでこの60連、まあマックス60連で、マキさん出た瞬間にやめます。じゃあ早速マキさんを狙いに引いていきたいと思います。じゃあまず10連目お願いします。お、いいね。確定が30と60だけなので確定外から引きたい。久しぶりのガチャだな。さあどうだ。うわー微妙、うわなさそう。 A が確定ぐらいか。あら、あ笑わない。 B、 あ青木さんの A。 青木さんは TS 来るかもしれないのでちょっと取っときたい。はい10連目何もなし。じゃあ次20連目いきたいと思います。いやーマジ頼むよー、本当にもうセレクションもあるから。うわーコンセレクションもあるからな。近い少ないエナジーで回したい。うわー来ない。うわあ吉川選手、吉川くんの A 持ってなかった気がする、ね、ああマジか。まあでもいいね、エキサイティング3枚目。おおありがとう A。 吉川選手ね。じゃあ30連目確定、ここで決めたいな。60連は厳しい。いやー立ち子も来ないしな、バット当たれないかな。うわ来なそう。あそうそう30連目は決まってるから1枚は決まってるんですけど、そうそう問題は誰かな。うわびっくりした伊賀さん。じゃあ本当にマキさん来てください。どうだ。うわあ柳さん、わあ嬉しい。あーそうね、リーグ的には柳さん強いんだけど純正だからなメインが。ということで60連目までこれ引っ越すかな。じゃあ40連目いきたいと思います。はいじゃあ最後60連目ですね。60連目は2チームエキサイティングプレイヤー第1弾1人確定なので迎えに行きたいと思います。結局60連目まで引いてしまったな。いやせめて2枚来ないかな。いや頼むぜ。はいはい、まあそうね。うわさちこいさしよ。さあ途中で来い1枚。いやー来ないか、全部 B だな。おえウーネンティさんということで、はいマキさん、まあ、セクションはね確定があるので良かったかなと思います。ということでエクサイティングはマキさん柳さん吉川直樹さん
と森下さんと松井さんのトータル5人、ああでもまあ5人と考えると結構いいのか、はい、5人引けたのでとりあえず育てていきたいと思います。8月に最強決定戦も純正の最強決定戦もあるので、まあ、どっかで称号チャレンジとかも動画化していきたいと思うのでよかったら見てください。今日は以上になります。それじゃあまた。